どうも、エビスゴールフレンジャーグリーンです。今日はなんとエクスパッド、はいはい、をちょっとご紹介したいと思います、はい、まずこれ何なんですか、ぶっちゃけ。これパターですよ、パターのパターですよ。テレビと接続して、うん、パター練習ができるマットなんですよ。マットとカメラとついてるんですよ、うんうん、家庭用シミュレーションパッド練習器具ですかね。器具というか、うん、そうね。めちゃめちゃ正確っす、これ、うん、じゃあ開けてみましょう。はい、開封の儀を。こっち、はい、まずこっち。じゃじゃん、かっこいいっすね、全部ね。いいっすね、袋に入ってて。これがマットです。これがマットね。これすごいんですよ、マットを開けていくじゃないですか。そんな長くないですよ、これ、うんうんうん、多分、はいはいはい、71メートルぐらいですか。うん、1メートルなので、広くない家でも僕の家でも使えるようなマットです、うんうん、で、ここクッションついてるんです、うん、ボールを置いて打つんです。まあこれは全部センサーで反応するんで。そうです。まあそれは後ほど説明するとして、はい、まあマットが入ってて、マットが入ってます。もう一つの箱にはで、リモコン。リモコン、はい。でも謎の棒ですね。謎の棒なんですか、これは。何だったんですか、結局これは。これは、あれです。これカメラなんですけど、はい、カメラを設置する台ですね。うん、台ね、はい。はい。これ使ったり使わなかったりです、うん、正直、うん。で、中には、コンセント、アダプターと、ケーブルが2本。ケーブル2本。はい、と、これは延長する、棒ですね。カメラを設置する棒の、そうですね、棒ね、が2本、うん、高さ調整です。ただのフェースの、先っぽとこのヒールの部分、はいはい、先端とヒールの部分にこのシールを貼って反応させると、センサー、そうですね、センサーですね、はい、それのシールっていう感じでやってます。じゃあまず、じゃあ簡単にセッティングの仕方を動画で今はい、やってみるので、はい、買った人はこれを見ながら一緒にやってみてくださいと。だいたいこの部屋の広さでこんな感じで、まあ、ちょっとこれ広角カメラなんで広く見えますけど、6畳ぐらいの部屋でも全然、うん、全然大丈夫ですよ。だから僕の家でもできますから、一人暮らしの家でもね、はい、これちょっとレッドの秘密基地なんで、はい、なんかいろいろ置いてありますけど、まあこうね、はい、はい、これもセッティング完了ですよ。だったら、プラクティス、チャレンジ、プレイ9、セッティングと。でまずセッティングからしましょうか。セッティングしますか。はい、で、最初の状態だとここがパッドがヤードになってるんですよ。でヤードがメートル、まあ短い距離だと、まあ僕ら日本人メートルの方が、うん、あのヤードが分かんないですよね。そう、すごくやりづらいってことをねメートルにしてあるので、で右押すとメートル、ヤード、フィートで選べるんですけど、まあここはメートルにしましょう。で右打ち、カップの大きさはまあこれでいいと。はい、はい、まあ自動電源オフはオフにした、はい、はい、こんな感じで OK、 セッティングできます。練習モードで、はい、やってみましょう。練習モードを選択するといろいろ選べます、はい、グリーンスピード、はい、あと練習場の場所、うんうん、と距離が固定なのかランダムなのか、うん、あと目標距離、これも選べます。まあ距離は固定で、はい、まあ、3メーターぐらいのパッドを練習しましょうよ。まあ、じゃあ最初それからやりますか。はいはい、じゃあもうずっと3メートルって感じですね。はい、で練習場がまあいろいろあります。ブロッサム、シティ、フィールド。なんかフィールドとかにしてみます。フィールドしてみましょうか。はい、グリーンスピードどうします。まあそのままでいいんじゃないですか。最初はじゃあこのままですね。はい、2.1。多分ここら辺が多分。普通なんすかね。そう、最初の設定が一番普通なのでちょっと遅いなとか早いなと思ったら変えてもらえば、ね、まずこのここですね、うん、ここの沿線上にボールを置きます。ボールを置くとこの番のレディーってなる。レディーってなったら打てます。でもこれもあのフラットなんで傾斜も何もないんで3メートルを打つだけです。
まっすぐ3メートル。弱っ。あ、いや、タッチはいいです。こんな感じで、はい。で、今、これもオープンで入ってますよね。いや、クローズで開けた。そうですね、フェイスが閉じて入っちゃって、で、この角度とか、そういうのも全部数値として見れます。2度閉じて入ってましたよ、ね、と。なので、まあ短いし、ちょっと左に行ってますね。それは入んねえよなっていう。はい。はい、ただインパクト後のフォローがどういう形でいってるかっていうと、グリーンさんはインパクト後が、アウトに行ってますね。閉じて入ってアウトに行ってると、うん、なるほど。じゃあもうまっすぐ引いてまっすぐ打ってみましょうか。こんな感じで入んねえのかい、うん、そう、これがなんかシミュレーションってポコポコ入るかなと思うんだけど、はい、これかなりリアルね。今のカップの左だったじゃないですか、はい、やっぱり若干、0.9 度閉じてるんですよ、ベースが。だからカップ左に行ってるんですよね。でフォローは、まあ、さっきよりはまっすぐ振り抜けてるから、はい、でも閉じてると。今あれなんですよ、まっすぐ引いてまっすぐ打ち出すイメージをやったんですよ。もう一回行きましょう。次は意識的にはどんな感じで打つんですか。的に、じゃあアウトサイドインでいきましょうか。アウトサイドから来ると。アウトサイドから、そんなパターンですか。アウトサイドから入れて、それ完全に引っ掛けるじゃないですか。で、オープンに入れてみましょうか。レディいきます。いや、めちゃくちゃ開いたね。わざとフェイスを開いて打つ。しっかりちゃんと開いて、うん、なるんですよ。そうだ、アウトサイドインですよね。そうだね、すごいの、本当にこれよくできてる。だからもうボールスピードが 2.4m で、3度開いて入ってます。で、パターパスっていうのは多分振り抜きの角度が、そうですね、10.6 で、インパクトアングルが、3.8 度、まあ、開いてるんですよ、うん、じゃあちょっと僕が打ってみますと、はい、僕はどっちかといったら、インサイドインで打ちたい。インサイドイン、はい、でやると、まあ、ちょっと閉じて入っちゃったかなっていう。あ、けどほぼまっすぐっすね。そうですね。だけどちょっと閉じて入ってますね。1.6 度閉じて入っちゃったですね。そうですね、これですね。これカメラの前に行くとね、なっちゃうんですね。すいません。いこれ入りました。グー。あ、グー。完璧でした。そうですね。そう、でもインサイドいいんだけど、やっぱアウトに。ちょっとオープンで、ちょっとオープンで入ってますね。これすごい、本当にすごいですよね。これ性格。練習するっていう意味ではめちゃめちゃいい、本当に練習器具ですよね。ゼロになるまで完璧でした、ね、ナイスイン。ほら、もうこれが理想の僕のフリー。インサイドイン、インサイドイン、ちょっと被ってるかなっていう 0.7 のね、ちょっとクローズが入ってる感じですねっていうプラクティスモードがあると。これ本当にすごい。これは、うん、もう俺も感動した、はい、で、最後にこうやって分析を出してくれるんですよね。まあ、3m は、まあ、2人で打ちましたけど、まあ、大体今止まってるよ、 1m 以内にみたいな、はい、で、バカパッドが2つぐらいありましたよで、そういうのをたくさんやると全部一気に出るんで、あ、こっからここの距離は得意だとか、あ、こっからここの距離はちょっと不得意だから練習しとこうみたいな、うんうんうん、練習にもなりますね。なりますね。で、チャレンジやってみますか。じゃあチャレンジいきますか。コースっていうのが春夏秋冬選べるんですよ、うん、で、春だとちょっと優しめ、うん、で、夏が少し難しめ、うん、秋と冬が難しいっていう感じになってるらしいです、うんうん、やっぱその芝がどんどん薄くなっていくと速くなっていくみたいな、まあ、チャレンジなんで冬でやってみます。じゃあ冬でやります、はい。景色冬、はい、で冬に設定するともう真冬のね。真冬ですね。いや、いいじゃん。これむず
じゃあやってみましょう。ラインが、このまずボールがある場所とカップがある場所で、赤くなってるところは登ってるってことですね。で高い場所、ね、あ高い場所、そうですね、ボールより高い場所にある。で水色になればなるほど低い場所にある。下って登るわけですね。で、はい、左右のラインは、この粒々が今これ右に流れてるんですけど、はい、最初フックしながら、最初スライスしながらですね。スライスしながらここでフックするんで、まあ打ち出し角としては 右ですね。そうですね、距離が14メートル、赤が、そうですね、赤が上り、水色が下りってことですね、はい。これマットのこのここをバーンって当たる場所よくできてて、いくら強く打ってもボールどっか行かないです。そうなんですよ、 14m なんて、まあ寄せられればいいよ。結構右に打った方がいいですよ、はい、そうするとまああるよねっていう、あるよね戻ってきちゃう、全然寄らないよねみたいな、戻ってきちゃうよねって、これはすごい、これはきつい。はい、もう一回、もう一回打てますよ、はい、もっと右ですね。結構打ったね、結構打った。うわ、それは強い、強い。いや、よくあるじゃんこれリアル本番でもよくある。いや、 14m でぶっちゃけそんな分かんないじゃないですか。でこういうで距離感掴んでくるわけですね。じゃあ、はい、ここでまた機能があるんですよ、はい。マットのここに、右左っていうのがあるので、右のところにタタをあのセンサーをフェイスを画面に向けながら置いてください。そうすると右にこうずれてきます。で打ちやすいところで打てます。こんな感じで、はい、これで打ちますね。でこれで打つとさっきよりもそんなに右に打ち出せなくても打てる。弱いんだ。激弱ですね。激弱ですね、はい。で実際どんな感じでやっているかという。はい、一緒ですね。あ強い。いやナイスタッチですよ。はい、ナイスタッチです。ああもう残り50センチなんで、はいはい。こんな感じで、チャレンジモードっていうのはすげえ難しいな。そうですね、うん、なんかまあ感覚を養うためにはいいかもしれないですね。じゃあ次のモードいきましょう、はい。じゃあプレイ9、これはまあ仲間内で対決すると。で人数じゃあ2人でやりましょう。春でいきますか。春でいいですよ。春でいいですか。エグリスピードはそのままで、まあ9ホールの、パーオンした状態からの、パッティング勝負、勝負、はい。これ本当時間潰しにもなるし練習にもなるし、仲間内でワイワイもできるし、いやできる、酒飲みながらやっても面白いと思う。じゃあ6メートルのちょっと上りスライスラインですね。まっすぐ打ち出しましたね。弱えな。まあ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 ですね。で残りが90センチ、99センチ、50センチ以下になれば OK です、はい。Ready? こういうのをね、決めていかなきゃいけないですよね。1メートル約1メートルのまっすぐ、ナイスパー、はいはいはい、っていう感じですね。こんな感じですね。で、それぞれあのラインは全然違うんですよ。ラインは違う、同じ場所から打つわけではなくて、はい、別々な場所からって感じですね。12メータースライスの上り、12メーターの、そうですね、打ちましたね。うわ全然短っ4メートル残りましたよいやいいタッチだな、60センチ、もうこれはパーだな。あーこれいけちゃいますね。で俺がボギー取ったら負けですね、はい。さっきこれ70センチだったんで、これ届かないぐらいいいんですよ。ナイスパート。おっと、これは負けるぞ。
ナイスパー、ナイスパー、圧勝、はい、勝ち、逆転勝利する劇的な確かにありがとうございます。でっていう、そう、9ホール遊べちゃうんですよ。俺めちゃめちゃ楽しい、本当に。いや、これはね、マジで面白いよ。面白い、うん。で、一番やっぱ戻るけど、いいのは軌道だよね。グリーンのパッティングの軌道が正確に出てるかっていうのを今レディー取れてたかな。どうでした皆さん、予想は。僕、アウトサイド、グリーン的にはアウトサイド、今取れてたかな。アウトサイドインに行ったと。で、実際がほぼまっすぐですね。開いて入って、結構振り幅はまっすぐで、そうだね、振り抜きもインに行ってるんで、そう、開いた分だけ右に出てるんですね、うんうん、そうだね。いや、これマジで正確。今のはインサイドアウトですね。まあまあ、インそうね、よくすごくね、今その通りの軌道になってるね。ちょっとクローズで入って、そうですね。これあまりにもね、この測定が正確すぎて動画がちょっと長くなっちゃいましたけど、まあこんぐらいにしときましょうか。OK です。はい。じゃあ、こんな感じで、パター練習シミュレーション器具の紹介をさせていただきました。めちゃめちゃ面白い。お値段とか、どこで買えばいいかっていうのは、テロップで出してあるので、ぜひ調べ、楽天でも売ってるのかな。楽天アマゾンで売ってましたね。いくらぐらいだった、値段的には3万3000円くらいですとか、まあ、正確な値段は今出てると思うので、はい、購入検討してくださいと。ぜひ。そしてなんとですね、この株式会社インバントさんの、はい、X パッド、X パッドなんと、なんとワンセット、なんとエビスゴルレンジャーコンペに協賛で出していただきました。はい、これはすごい、はい、これねもらったらマジで嬉しいと思う。嬉しいと思う、うん、これ、うん、パッド数つけてもらって、みんなにパッド数が一番多い人にこれをプレゼントとか練習しなさいと。そうそうそう、まあ、確定じゃないけど、うん、まあ、じゃあそれもやってみようかな。俺、まあ、だけど本当に正直おすすめです。いや、正直どころじゃないね、はい、これマジで欲しい。これ僕家に持って帰ってもいいですか。いや、本当俺も欲しいもん。本当欲しい。これ本当すごい。お店に置いてたら練習遊べますね。そうですね、まあ、ここの僕の秘密基地にワンセットあるんで、ね、視聴者さん遊びに来たらここで僕とパター対決どうですか。グリもいるんでね。確かに。な感じで、はい、インバトさん本当にありがとうございました。はい、X パッドぜひおすすめです、はい。簡単にセッティングの仕方を動画で今やってみるので、はい、買った人はこれを見ながら一緒にやってみてくださいと。カメラ接続しましょう、はい、カメラを接続するんですけど、コードを2本つなげます。 HDMI テレビとカメラをつなぐ、うんうん、はい、はい、線ですね、差し込み口、はい、で HDMI のところに1個刺す、刺すと1個刺します、はいはい、もう1個ケーブルあります。これ、はい、電源コンセントですね、電源の方ですね。でこれを、まあ、テレビとコンセントにつなぐ、逆側ですね。カメラにつなげたら逆側をコンセントとテレビにつなげる感じです、うん、まあさすがに今あれですよね、 HDMI の端子がついてないテレビなんてないですよね。まあないっていうことにしましょう。さすがに、うん、あのそのテレビ持ってない人はゴルフ練習してコンペで景品でもらいましょう。はい、テレビに、はい、HDMI 端子を差し込む、後ろつなげました、端子をつないで、もう一個をコンセント、はい、コンセントね。これセットはどこでもいいみたいです。説明書見たら上でもいいですし、カメラね、カメラです、カメラの場所で、ごめんなさい、これもうちょっと設置しちゃったんで一回、うん、こういうあのテレビの裏につける、うん、器具もついてました、はいはい、でこれもうついちゃってるんでちょっと剥がせませんでした、はい、でうちは上から
ちょうど良かったので高さ的に、うん、これを、つけちゃってます、はい、で横でもいいらしいです。まあどこでもいいと。横でもよくてこれにつなげて置いとくのでも OK らしいです、うん、まあ置いとくのが一番いいよね。まあそうですよね、うん、置いとくパターンでやってみようか今回。置いとくパターンでやりますね、はい、そこでそこから いけるのか OK です。で、最低でも、この設置するのが高さ70センチは必要らしいです。地面から、うん、床からね。そうです、地面から70センチ、うん、最低、はい、で、裏に電源あるんですよ。ちっちゃいですけど分かんないですよね。これボタンね、これがボタンが電源、これを2秒ぐらい押し続けるとつきます。 LED がオンになります。で、ここのカメラも角度変わるんで、ここです、くるくる回るんで、くるくるっとね、そうですよね。で、HDMI 端子も全部つなげて、線をつなげて、テレビをつけます。で、HDMI に設定したら裏で電源を、まあ、1か2で迷うんですね。1か2のどっちかで、で電源をオンにします。うちの場合は HDMI の2でいけそうですね。ちょっと立ち上がり、これで立ち上がりました。そう、これ今パッティングマットを探してますになるんですよ。このカメラが、はいはいはい、カメラが向いている場所にパターマットがなきゃいけないですね、はいはい、で全体がパターマット映るようにセットします。もうちょい上から行きたいですね。そう、もうちょい上なので、じゃあ伸ばしましょう。もう一個、そう、そういうことですね、はい、もう一個あるんで伸ばします。その時はカメラの高さをね、間にね、これで上になって、でちょっと下に向ける感じですかね。あ、これです。こんな感じで、ちょっと時間を置くと読み込んでくれるんですけど、まあ、ちょっとカメラ邪魔ですね。ですね。じゃあ、そういう場合は横につけたり、はい、上につけたり、はい、なので、うちは上です。上でやります。上でやりましょう、はい、上でやります。上でやる場合はこれは使いません。はい、土台なしで、はい、テレビの後ろに、防火させるようになるんですよ、これが。こういう感じです、はいはいはい、なのでを刺すだけです。そうすると、はい、これで読み込みました。緑色になったら読み込みましたよってことで、カメラ下げちゃうとあれなんで OK ボタンを、リモコンの OK ボタンを押します。はい、はい、